セーブなら4番、これの限界。中地はギリセーフか？こういうやつって情報が2周遅れててまともに野球見てないんだなっていうのがよくわかる。今川はありえるやろで続ければ。長打の可能性があるやつなら誰でもいいという風潮。今年のゲンドラ初の2人取りとかあるんかな。リチャードとかマジで取りそう。しゃあない、うかいやるわ。セーブなら4番だと思ったの村大樹が4番やらせてもらえなかったから結構ハードル高いでくれ。陽川が4番で出てきて阪神ファンを爆笑させた球団。で山本、とかや長岡とか西武におったら4番なんかな。佐藤って現段階で、250、6本やろもう十分限界やん、これ以下なんて論外やで。元山と陽川ですら4番やからな。新庄が打順シャッフルでごまかしたのって自分に矛先向けさせる意味でもよかったよな。磯畑4番は笑ったけど、なんなら今年いる若手も来年全員消えてる可能性あるくらい弱い。2017年ロッテの鈴木大地さんでも4番起用で引かれてたのに。増田引退かよ、こんなにそっとやめていくのが悲しいわ。ご視聴ありがとうございました。